恐怖城は1932年にアメリカで制作された映画、ゾンビをテーマとしたホラー映画の元祖である。主演はベラルゴシ。監督はビクター・ハルペリン。新婚のニールとマデリーンは旅行中に知り合ったボーマンという男に勧められ、結婚式を挙げるためにハイチを訪れる。ボーマンはハイチでプランテーションを営む大地主だった。ハイチに到着して、 ボーマンの屋敷に向かう二人は、そこで奇妙な習俗や葬儀、そしてゾンビと呼ばれる気味の悪い集団に出くわす。ようやくたどり着いた、ボーマンの屋敷には、先客の宣教師、ブルーナー博士がいた。ブルーナーは二人に、ここには長居をしないように忠告する。ボーマンは、ブーリュー教の白人司祭であるルジャンドルの工場を、訪れる。そこで働いていたのはすべてルジャンドルに操られる。 ゾンビであり、食事も休憩も取らずに働き続けているという。マデリンに横連暴していたボーマンは、ルジャンドルに、マデリンの誘拐と監禁を依頼する。ルジャンドルは、ボーマンにゾンビパウダーを手渡す。結婚式当日、ボーマンは、ゾンビパウダーを使って、マデリンを貸し状態にして、自分のものにするが、ゾンビ化した彼女は、ボーマンに愛を向けることはなかった。 ボーマンはルジャンドルに詰め寄るが、逆に自分がゾンビにされてしまう。ルジャンドルも、マデリーンの美しさに心を奪われたのだった。ことを知ったニールは、ブルーナーと共に、ルジャンドルの屋敷に向かう。しかし、ゾンビ化したマデリーンは、ゾンビマスターの命ずるままニールを殺そうとする。最後の両親をもってボーマンがルジャンドルを突き飛ばすと、そのまま二人は海に転落しし、 マデリーンは元の心を取り戻したのだった。メディアを再生するホワイトゾンビ1929年、アメリカの探検家、ジャーナリストであるウィリアム・シー・ブルックはハイチに渡り、その民間信仰であるブーデュ教の信者に取材して、それをザ・マジック・アイランドに表した。それによると、ハイチにはゾンビと呼ばれる生きるカバネが存在しており、それは、 ブール教の神官ボコールの呪術によって蘇った死体で神官の命ずるまま奴隷のように刺激されるという。この話は驚きをもって迎えられ、ゾンビは様々なメディアで取り上げられた。当時ハリウッドでは魔人、ドラキュラ、フランケンシュタインなどのホラー映画がブームとなっており、古典的モンスターに代わる新しい素材を渇望していた。インディペンデント系映画を制作する。 ハルペリン兄弟は、シーブルックの著作にあるゾンビに着目したほか、ブロードウェイで上演されていた、ゾンビという演劇をもとにして、恐怖情を企画、制作に入った。ハルペリンは、魔人、ドラキュラで広く知られるようになったベラルゴシを、主役のゾンビマスターに据えたほか、取り壊す直前だった同作のセットを流用させて、もらった上、フランケンシュタインの独創的なメイクアップを担当した。 ジャック・ピアースまで雇い入れた。5万ドルという、極めて低予算にもかかわらず、豪華なセットやルゴシの演技、メイクにより、映画を商業的成功に導いた。本作に登場するゾンビは、後年の映画に登場する、生きるカバネではなく、歌詞状態にされた人間である。彼らは、ゾンビマスターの命令に忠実で、人を襲うことも、人肉を喰らうこともないため、 本作における恐怖はゾンビそのものではなく、ゾンビにされることに対するものである。本作は、ユナイテッドアーティスツ社が、配給権を獲得して1932年6月16日に、ニューヨークで公開した後、全米に配給した。また、ユナイト社は海外にも配給し、日本では、翌年すぐに、恐怖状の放題で公開されている。このような制作経緯より、 恐怖城はゾンビ映画の始祖として位置づけられている。恐怖城は、その後、王安が1935年、資料が漂うことをなどいくつかの追随作を生み出したが、他のホラー映画キャラクターのような支持を得ることはなかった。1943年の、私はゾンビと歩いた。で、作品的に頂点に達すると、ブーリュー教を元にしたゾンビ映画は失速する。そして、 1968年にジョージ・エロメロが制作したナイト・オブ・ザ・リビング・デッドによってゾンビの概念が完全に刷新されるまでゾンビ映画の低迷は続いた。ハルベリン兄弟は本作が成功したため1936年に再びゾンビ映画を制作した。リボルト・オブ・ザ・ゾンビーズがそれでカンボジア生まれのゾンビを絡めた単なるメロドラマだった。 1980年代後半から90年代にかけて活躍したアメリカのヘビメタルバンドであるホワイトゾンビはバンド名を本作から取っている。ありがとうございます。